釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらね、メインラインにして、こちらね、赤いハリスの方をですね、枝巣としてね、8の字でね、8の字結びの枝巣、このね、出し方ご紹介させていただきたいと思います。8の字枝巣結びのご紹介ですね。で、早速ね、やっていきましょう。このね、赤いもう針ついてますんで、こちらをね、枝巣とさせていただいて、このね、メインライン、これも枝巣なんですが、これ後で結びましょう。メインライン、まあ、枝巣を、ね、合わせていただいてね。で、結びたい位置、例えばここにね、ここから枝巣を出したい場合は、ここからね、結び始めます。で、ラインのね、先端部分の方を輪っかにして、下からね、輪っかにして、こう、2本沿わせた状態のまま輪っかにします。ここね、で、そのまま指を中に入れて、一回くるっと、回して、このね、2本のラインを分かりますよ、ちょっと分かりづらいですが、輪っかにして、これ輪っかにしたら、指を入れてくるっと回して、2本の指を入れてね、2本の指掴みます。これハリスとモトスの方をね、掴んでそのまま引きずり出します。ゆっくりで結構ですかね。今この状態で8の字結びになってますので、こっちをね、緩めちゃうと、ギュッとこう右の方に移動する可能性が高いんで、ちょっと固定したままゆっくりで引っ張っていってください。右の方ね、引っ張る感じで、ある程度縛ったら、このままね、ぎゅーっと、ぐーりぎゅーっと縛って、メインラインとかね、これを1本ずつね、縛っていきます、ぎゅっと。で、枝巣の方、当然、ぎゅっと。枝巣の、シートの方キッとします。これでね、枝巣の方完成するんですが、強度がね、心配な方もいらっしゃると思いますんで、さらに、ね、強度とライン絡みを防ぐために、ね、ここでハーフヒッチをしておくと、枝巣の方が、ね、直角に出ますんで、メインラインの上に重ねます。重ねて、下から針と針巣の輪っかの中に下から入れます。片結びを、このメインラインを張った状態で片結びをする感じ。で、ギュッと絞り取ります。そうするとね、メインラインに対して直角にね、枝巣が出ますんで、絡みづらくなります。あとはね、余りとか、こういう感じですね。で、さらに、強化したい場合、それもね、ちょっとお見せしとこうかな。まあ、この先にね、針がついているとして、途中までは同じですから、なるべくね、こっち側をね、短くね、ハリス側をね、短くこうしていただいた方が、あとでね、切りやすいんで、よろしいんじゃないかなと思います。そしたら、ね、同じように、ぎゅっと回して、これついてると、わかりづらい。で、指を入れて、
して2本。これちょっと枝数がついてる。やりづらいですが。回して、そのまま。先ほどと同じなんですが、形を整えさせますね、こう。先ほどと同じように、くぐらして引っ張り出したんです。で、引っ張り出したら、今度は、この引っ張り出したハリスの方、赤いラインの方を、ぐるっと戻して、この輪っかの上の部分に入れます。上の部分に入れたら、さらに、この折り返した輪っかの中に下から拾います。上からラインを入れて、下からライン、ハリスのラインを。で、すべてのラインをね、引っ張ります。そうするとね、強化型っていうんですかね。かなり強い結びになります。で、端糸の方もね、ギューッと結んで、メインと。これ、実際にね、針がついてますから。あと、締め込む際にはね、なるべく、ちょっと、ね、湿らせてね、ギューッとね、ゆっくりね、締め込んでいかれるとよろしいと思います。で、余ったら色カット。これがね、さらなね、強度を増した結び方っていうんですかね、ご紹介なんですが、ちょっとわかりづらかったんで。残ってますからね。下から。入れて、こっちがメインで、今これが折り返したの。この輪っかに下から針を通す。あとはすべてラインを引っ張ってください。これが後からやった強化型のやつね。こういう形で、ね、枝数を出していただければよろしいんじゃないかなと思います。まあ、中型、ね、のものまでね、この、結びでね、対応できると思いますんで、ね、まあ、3、4キロの、ね、ものであれば十分、ね、対応できると思います。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録の方ね、よろしくお願いします。あとね、メンバーシップの方もね、募集してますんで、メンバーシップの方ね、入っていただくと、月額90円なんですが、1500本ほどね、動画いろいろありますんで、最強結びとかね、本物の最強結びとか、動画に出してますんで、ね、そちら見ていただくとね、非常に強い 100% 超えのね、ノットとかも出てますんで、ご覧になってください。それではね。